成功ーマートは、北海道札幌市に本社を置く、コンビニエンスストアチェーン。北海道を拠点とし、日本に現存する、最も古いコンビニエンスストアの一つである。道内市おろし市にの丸よ、西よで営業担当をしていた赤尾明彦が中心となり、注文が伸び悩む中で1970年頃に、雪印入業の広報誌、スノーで紹介されていた、 コンビニエンスストア業態の紹介記事を目にしたことをきっかけに主店の経営近代化や一括供給を目的としコンビニ事業の検討を開始。1971年8月に札幌市北区北30条西8丁目に1号店であるコンビニエンスストア萩中店を開店した。1974年チェーン全体を成功させるという意味合いと 初代社長の西尾長光の西と光から成功マートと命名。実質的な創業者は初代取締役本部長であった赤尾である。またロゴマークに描かれたフェニックスには企業の最大の目標は経営を続けることへの思いが込められている。1980年代、複数の別会社がフランチャイズ加盟して3加の主犯店舗を セイコーマートへと転換し、茨城、埼玉、近畿地方、山陰へ進出したが、近畿と山陰はすでに撤退し、関東地方の店舗も限定的である。運営及びフランチャイザーは、札幌市中央区に本社を置く、株式会社セコマが担っていたが、2017年11月1日に、セコマの子会社として設立した、株式会社、セイコーマートに、 店舗運営及びフランチャイザーを一貫し、セコマはグループの統括と資産管理を行う事業持ち株会社となった。セコマ参加あるいは業務提携する会社が運営するコンビニエンスストアの屋号にハマナスクラブ、長谷川ストア、大ーがある。セイコーマートは地場の主犯関係者の共同から派生し、大手流通グループのセブンイレブンと商社が参画する。 ローソンとファミリーマートの3社が加戦する現在の日本のコンビニ業界において異色の存在である。種類販売業免許を得にくい。全国チェーンに対し創業当初から主に主販店からの転業を扱うことで道内の旧三端地で廃業した主販店の免許を多く転用し、ほぼ全店で種類を扱えたことが大きな利点であった。子会社のトニア、 成功フレッシュフーズや日販品や弁当類製造発売部門を分社化した北産食品などの事業別会社でグループを形成し、道内の物流を整備し、マーケティングで他の主販系チェーンよりも優位に立ち、2006年9月時点で道内のコンビニ店舗数でシェア第1位である。直営店が多く、全店舗のうち約80%となっている。 フランチャイズ店舗のロイヤルティも他のコンビニチェーンに比べて10%程度に抑えられており、オーナーが高齢化した店舗を直営化することも行っている。他のチェーンで見られるドミナント戦略については、加盟店の存続の支障となる可能性があるとして、基本的に行わない。24時間営業を行っている店舗は、全体の22.8%となっており、 元日休業も2018年には半分以上の店舗で実施されている。また、販売期限が近づいた商品の見切り販売についても各店舗の裁量で行われている。お客様のリクエストがあれば、再三度外しで全力で応えると代表取締役が語る企業姿勢が道内や他県で高い評価を得て、サービス産業生産性協議会の顧客満足度調査、 コンビニエンスストア部門で2010年度は2位、2011年度に道内を基盤とする企業として初めて1位となり、以後2015年度を除き毎年1位である。新鮮で安全な商品を低価格でお客様へご提供するを基本理念としており、他のコンビニチェーンと比べて生鮮食品や種類の品揃えに重点を置いている。 店舗の発祥が酒屋であることからワイン販売に力を入れており、1990年代後半からのソムリエやワインが流行するムーブメント発生以前の1990年代前半にマルヨ、西オが輸入発売元となりフランス、イタリアなどから独自に買い付けたワインをお店舗で販売しており、現在は500円程度の廉価なテーブルワインを中心に数多く取り揃えている。 トカチワインとカップやドンペギニオンなど流通量が比較的少ない他メーカーのワインも取り扱っている。シリアアルゼンチン、ブルガリアなどのワインも多い。1995年より展開しているリテールブランドである。1995年に成功フレッシュの名前でアイスクリームを独自に開発して以来多彩な品物を次々と販売しており、弁当、惣菜、 おにぎり、サンドイッチといった、日配品をはじめ、ソフトドリンク、牛乳、豊富牛乳校舎のコーヒー牛乳、鶏卵、生花、生肉、カップ麺などの食品、菓子、大丸入品のアイスクリーム、米、アルコール飲料、雑貨など、約選品となっている。フレッシュ、クオリティグッドバルを、商品のコンセプトに、総菜などは原材料から、自社生産し、 近年は、成功ーマートの商品比率の約4割をリテールブランドが占めている。自社で開発した商品から発生する牛乳パックや卵パックなどの廃棄物は自社でリサイクルし、ティッシュペーパーなどを販売している。商品の多くは株式会社セイコーフレッシュフーズが商品の調達から各店舗までの配送を行っている。函館市に本社を置く。 コンビニエンスストアチェーンハセガストアと2004年から業務提携を行っているため、ハセガストアでもサコーマの商品が販売されている。2016年4月、社名の変更と同時にセイコーフレッシュもサコーマに名称を変更した。名称変更後は道外を中心としたセイコーマーと未進出地域への商品の出荷による北海道ブランド確立と販路拡大を目指している。 2017年、北海道循環器病院と共同で、心臓病や糖尿病の患者向けのメニューの商品化を開始。第1弾の商品は、低カロリー、低塩分のカレールーとなる見込み。ホットシェフの表記2019年8月現在で、北海道845店、関東81店と、全店舗数の約半数以上で取り扱う、店員が 店内の厨房で弁当、おにぎり、ホットスナックパンを調理、調整して販売する。離島や地方において好天時などにより配送が途絶えた場合に備え米と冷凍の具材を用いての店内調理で食品の販売継続を可能とすべく本サービスが開発された。日配食品と風味が異なり、保温症ケースに作り置きを陳列する他に、 ショーケースにない商品も注文により調理して提供する場合がある。ホットシェフ商品の大きなおにぎりは文字通りに一般商品よりも重量があり好評である。茶碗一杯分程度の米飯を使用する超でっかいおにぎりもある。2013年から群馬県の西部音でホットシェフ部門を切り離して出店していた。店舗名は 他のチェーン店のように地名によるもののほか、経営者の名字、屋号、入居している施設名、およびそれらを複合させたものもある。基本的に、店舗名の末尾に、店はつけずに、成功マートと呼ぶが、便宜上、店をつけて呼ぶこともある。二千二十一年三月末、現在千百七十店舗となり、国内のコンビニでは、北海道内では一位の店舗数、全国では、 第7位の店舗数。北海道内では最多の店舗数で2010年10月時点で道内のコンビニの39%に当たる。売上高では以前は道内主位はセブンイレブンであったが持ち株会社化に伴い非公表となったため現在は不明。セブンイレブンやローソン等の大手チェーンが進出していない道内末端の地方にも 積極的に店舗を展開している。宗谷総合振興局管内全域、留萌振興局管内の一部、上川総合振興局管内の一部は、成功マートのみが出展している。2014年11月下旬に、赤平市、12月上旬に、乙部町、同月下旬に、諸三別村へ出展することが決定し、北海道スパーを含めたグループとして、 道内店舗網は175市町村になり、聖光ーマート、ハマナスクラブの出店がない市町村は、幌加内町、月形町、浦臼町、かもえな村の4自治体のみとなる。ただし、月形町については、聖光ーマートが1986年7月に出店したものの2000年から2001年頃に閉店したという経緯があるため、全くの未出店というわけではない。 他店と同様の営業形態では、収益が見込めない、小規模証券へは、営業時間の短縮による、人件費抑制、店舗運営費の自治体一部負担など、低コスト運営を条件に、閉店した地元スーパーを改装した、東滝川店を皮切りに、上諸骨店、買い物難民対策として自治体からの依頼を受けて、出店した、清水道の駅店が、ミニセコマと称した、 地域密着型小規模店舗として2017年中に開店した。北海道函館市周辺に14店舗を展開する地場コンビニの株式会社長谷川ストア、北海道根室市内に3店舗を展開する地場コンビニの株式会社体へは業務提携もしくは参加の関係にあり、後日の成功ーマートクラブカードを共通利用できるほか、 ホットシェフを取り扱う一部の道内店舗では、長谷川ストアや、タイエーの焼き鳥弁当と同一商品が合わせて販売されている。北海道スパーからブランドが変わった、セイコーフレッシュフーズの浜ナスクラブでは、セコマのプライベートブランドの取り扱いがある。北海道ファミリーマートファミリーマートの筆頭株主で、ある伊藤忠商事とセイコーマートの子会社である食品。 種類おろしの成功フレッシュフーズとは、従前より、資本関係があり、道内に店舗を持たなかった、ファミリーマートとは、d v d 入れや聖母商品取り扱いなどで、提携関係にあった。2006年、ファミリーマートと丸よ西尾は、合弁で、エリアフランチャイズの北海道ファミリーマートを設立し、同年7月に第1号店を札幌市に開店、北海道へ進出することとなった。 今後は、成功ーマートの既存の店舗網や流通網と、ファミリーマートの全国ブランド力を活かし、すでにコンビニ過密状態といわれる北海道で、両チェーンとの共存共栄を図っていくこととなる。しかし2015年3月26日、ファミリーマートは、北海道ファミリーマートの共同出資の一社である、成功フレッシュフーズとの合弁契約を解消すると、発表。 全75店舗中27店舗をセイコーマートへ譲渡することになった。本州では地場系コンビニチェーンや主販店が業態変更をしてセイコーマートのフランチャイズ入りする形で店舗展開を行い、現在は関東エリアとして茨城県と埼玉県に店舗を展開している。関東地区は業態変更したフランチャイズ会社が 成功マート店舗に携わってきたが、2000年までに札幌の成功マート直轄の埼玉、茨城地区担当部門による運営に移っている。関東エリア店舗は、駅や商店街から遠く離れた郊外の住宅地や、幹線道路沿いに点在しており、道内のように、市街地中心部は店舗を構えていないところが、特徴的である。 埼玉県内は近年閉店した店舗が複数あり、縮小傾向が見られたが、埼玉市で2016年5月26日に、埼玉今和店が、ファミリーマート、埼玉今和町店の跡地に新規開店した。2018年1月には、久喜市で、久喜も早見店が、西部温の跡地に、2019年2月には、加須市で、関東エリアでは、珍しい市街地中心部で、 駅と保険になる家族温泉岩店がファミリーマートの跡地に新規開店するなど既存チェーン店の犬器店舗を利用して新規開店する傾向となっている。茨城県内では筑生市や土浦市にある一部店舗が閉店するもののお見たま市で2012年4月13日に茨城空港前店が新規開店した。東京都内に店舗は進出していないが 地区事務所と配送センターが存在し、セコマ商品を、セイコーマートや関東の他社スーパーやウエルシアに配送している。茨城県では、かつては関東発祥の旧、ホットスパーコンビニエンスネットワークスと競合していて、主犯の充実さや、店内調理の、ここでキッチンの提供をはじめ、出店地域と立地位置が、セイコーマートと告示していた。 2016年8月まであったセコマ参加の北海道スパーと2008年3月まで関東に存在したホットスパーでは店舗面積などの条件が異なっており、看板ロゴ以外の共通項はない。2003年までは滋賀県、京都府、兵庫県南西部、鳥取県東部にも別会社によって店舗を展開していたが、これらの店舗は一部の例外を除き、 ファミリーマートへ譲渡された。取扱い商品や店舗レイアウトは北海道店舗とほとんど同じであるが一部商品は取り扱っておらず、弁当類は土浦市に所在する北山食品関東工場で製造されたものが販売されているなど細部では異なる。この他にも2013年11月に同業他社である西武音の新店舗にホットシェフ導入や大丸入品、 京国製氷の製品取扱いを公式に明らかにしている。クラブカードペコママネー機能付きクラブ会員カード2000年に日本国内のコンビニで初の本格的なフリークエントショッパープログラムである成功マウトクラブカードを道内店舗に導入し2001年に関東地区店舗にも展開した。買い物金額に応じたクラブポイント加算や 指定商品の値引きなど上位顧客の購買動向の情報収集に効果を上げている。2007年度までは店舗に設置のマルチメディアキオスク端末、クラブステーションで値引き指定商品ごとに値引きクーポン券を発見するサービスがあったが廃止され、代わりにポスレジで対象商品をスキャンすると自動的に値引きされる方式へ統合された。加算、累積されたポイントは 日用雑貨といった景品の引き換え限定で使用可能であり商品券への引き換えや買い物代金に充当するといった使い方はできない2013年に会員数が400万人を突破した楽天ポイントカード楽天との提携により楽天ポイントカードを導入予定であることが発表された税抜き200円ごとに1ポイントの付与となる予定店舗によっては 反則活動としてパンやおにぎり、弁当などを購入すると同じ製品を対象としたレジクーポンが発見される場合がある。提携クレジットカード2004年より JCB と提携しクレジットカード機能を加えたセイコーマートクラブカードプラスアルバラの展開を開始している。申し込みにあたってはあらかじめ店舗でクラブカードの会員へ入会しカードプラス申し込み書に 理面の会員番号の記入が必須である。このカードはリボルビング払い専用カードの JCB アルバラをベースにしている。ポイントサービスはクラブカードポイントが積算される形態であり、成功マート以外の JCB 加盟店で200円に月1クラブポイントが積算される。成功マートでクレジットで支払う場合は100円に月1クラブポイントになる。 カード裏面にクラブカードのバーコードが印字されており、店舗での会計時や、クラブステーションでポイント紹介などの際に、非クレジットのクラブカードと同じ用途で使用する。2006年9月1日発行分よりクイスプが搭載された一体型カードとなっている。2010年10月より、関東エリア店舗でも入会申し込み書の配布を開始した。他社クレジットカード道内店舗。 関東エリア店舗ともに JCB、Visa、AMEX、アメックス,マスターカード非宣伝。2018年まで札幌県を中心とする北海道の一部の店舗に E-NetATM が設置されていた。セイコーマートオリジナル牛乳等を製造する豊富牛乳公社の工場他にノースウェーブにて毎週月から金曜14時のタイムパッセージに提供。広報資料。 プレスリリースなど一時資料、セコマに関するカテゴリー、ありがとうございます。